Selamat tengah hari. Yeay. Saya dari Malaysia. お、マレーシアから来ました的な。私はマレーシアだよみたいな。ちょっとめっちゃ微妙な時間にやっちゃったんですけど、シンプルにね、ここのね、取れる時間がちょっと限られているので、15分だけやります。そう、このね、場所がちょっと取れる時間だけ取ったんですけど、15分だけです。休憩です。このあとレッスンをやって、夕方やるまでやって、ここさ、大きい声出すとめっちゃさ、この部屋の問題、なんかごっつ響くんですよね。だからさ、声のボリュームミスったらマジでさ、うるさいしさ、他にも使ってるからね。雨やばかったよね、わかる。うちもさっきっていうか、ちょっと前ぐらいに、ご飯を買いに行ったんですよ。雨、もうこれから外行かないといけないのに、マジで無理なんだけど。そう、レッスン場がね、移動してるって言ったらいいんですかね。別場所なんで、もう雨嫌なんだけど、眠たい、普通に。さっき、なんかね、レッスン終わって、で、ご飯食べて、振りの起こしして、振り復習して、ショールームしようと思って今やってるんだけど、もう眠たくて眠たくて眠たい。やばい、もうやらない、30日とかまでにさ、やらないといけないことが山積みすぎてさ、どれも中途半端なんだけど、っていうか、なんなら全然手つけれてないやつもある。やばい、マジで。まあ、なんとかするけどね。とりあえず、いててててて。なんとかするけど。でもとりあえず一旦りんちゃんの卒業公演が終わったら、ちょっとゆっくりでき、いや、1日2日ぐらい休みがあって、でまた仕事だけど、まあ、とりあえず一段落はするんだよね。一段落は仕事内容としてはね。だからとりあえずそこまでは頑張るんだ。そしたら休みだーってなって、だけどその休みだーって時に覚えないといけないことをちゃんと覚えないと次の仕事はやばいので、休みだって言いながらゆっくり寝れるけどもみたいなね、感じで頑張っていこう。とりあえず、なんか本当に暇な時、なんでこんな暇なのに、忙しい時なんでこんな忙しいんだろう、本当。わけわかんない。ね、難しいね。なんかスケジュール偏ってんの毎回だけど、本当ウケるって感じ。
自分的に受けピーって感じなんだ。あーなんかもうこれ見るだけで本当に嫌になっちゃう。無理。現実逃避して、いや現実逃避までいかんけど、とりあえず寝たいんかも。寝たいっていうか、覚えやらな、やらなることない方な、とりあえず一旦片付けたいよね。覚えること一旦片付けたいね。まあもう言うてね、もう言うて、あのだってさ、あーじゃあ今日が26だから、26、ん？今日 26？ 27、28、29、30、あと3日しかない。しかもあさって投資だし、やばいんだけどそう、あさって朝振り入れして、で投資夜みたいな。あさってはマジで1日なんですよね、本当に1日を通して多分 2,3 時間ぐらいしか何もあの間がない。なんか最近さ、食べる量抑えないとなとか思ってさ、本当に太りすぎちゃってやばいと思って、本当に写真とか見ても本当に、あやばいなと思って、武道館の時に比べてやばいと思って痩せなきゃと思って。だけども最近お腹全然空いてないのにめっちゃ食べる。なんか食べ出したら止まらなくて、お腹空いてないんだけど、まあ食べるかと思って食べるじゃん、止まんないのね。やめられない、止まらないなのめっちゃ食べてんだけど、やばい。まあまあ、でも頑張るエネルギーだと思ってねいや食べ物は美味しいよ、最高なんだけど、本当に本当に。でも全然お腹空いてないの、逆にそれもすごいよね。お腹空いてないんだけど、でも食べるんだけどね。お腹空いてないってやばいよね、普通に考えて。めっちゃ食べるけどねなんでなんだろう。最近何が美味しかった、あ何が美味しかったかな、記憶にないな。あ、ジイチローのプリン、ハルコンの時に食べたジイチローのプリンとか、なんかガトーショコラとか、あれマジで美味しい、大好き。エイラちゃんこんにちは、マレーシアに行っても頑張ってね、マレーシアに応援しに行くからね。お言ったな、待ってるぜマジで待ってるぜマジで待ってるよ、遊びに来て、めっちゃいいとこだから。ジシェルのプリンめっちゃ美味しいよ、濃厚でね、でキャラメルが、カラメルかキャラメルか分からんけど、濃いところが苦くていいバランスなんよ、めっちゃ美味しい。濃厚系が好きな人は大好き、私はプリンは濃厚系が大好きなのでマジで美味しいなと思いました。よく差し入れとかでもらうんですけど、マジうまいっす。ナイダマハル込んでもらってとっても美味しかったです。でもさ、最近さ、昨日の配信でも思ったけど、いいの本当にさ悪いよね。え、いいな、一番自分で美人良かったんだって後になって思ったのが、武道館の時、私めっちゃ漏れてない、うち武道館の時の写真見返したんですよ。え、めっちゃ写真漏れてた、やばい。足も細かったし顔もシュッとしてて、なんか写真をね振り返った時に、え、めっちゃ漏れてた、超漏れてた。え、マジで見直してほしい、本当に。え、めっちゃ漏れてたからあの時が一番コンディション良かったんだけど。
犬猫の時はまあまあまあそれなりにって感じだったの。まあ普通にいい感じにちょうど痩せてるタイミングだったから、やっぱ武道館って言って、その後にそのね、オットタクシーはねちょっと若干ねだいぶねぽちゃり出してたから、あの時からぽちゃり出してたからダメだったんですけど、そうあの時マジで美人漏れしてて、だからそれこそグラビア DVD の時はね痩せてたんですよ私、今よりほんと数キロ軽い、全然軽いうん本当にそのあたりだったんで、そうなんです、めっちゃ細いんですよね、まあ、細くはないんですけど私骨太いんで、コクストなんで基本痩せても細いってことはないんですけど、自分の標準からしては細かったかなみたいな、足もめっちゃ細かった、中もペタンコだったし、まあ、全体的にペタンコだったけど顔もシュッとしてて、そうなんですよ、めっちゃねあの時は細かった、だから DVD グラビアの時はマジで割とコンディションいいタイミングに撮れた、ただ死ぬほどサードスケジュールだったから、顔がやつれてるやつれてない問題は置いといて、そういうそれは置いといて、体的にはめっちゃ細かった、めっちゃ細かったっていうか普通に細かった、今より全然細かったから、コンディション的には最高の時をお届けできてます、ボディはね本当に自分の標準のこの体重っていうのがあって、それより下少なかったから体重が、そうなんです、だからいい、自分的には絞れてる時に撮影ができたから良かったです、多忙の中できたことが、グッジョブ、うれぴー。そうだからさ、なんかさ終わってからさミステリーキスのさ振りをさ振り入れたし参加できなくて、だからさめっちゃずっとさホテルとかでさ振り起こししてホテルでずっと踊ってたホテルの鏡あるじゃん、それでさこうやって曲かけながらさこうやってさこうやって振り起こししてあーこうずっとやってたそう、でも最近は本当にね食べてる、いっぱい食べる君が先って感じ、いや本当に食べることが大好きなんです、いや本当食べることが大好きってマジで定義してるなんていうの、表してるな私って気がする、本当にね食べるのが好きっていうか、そうレベルでめっちゃ食べてるからって感じ、いやもはやね依存だと思うんだけど、いっぱい食べるもきめばポピーって感じそういいのか悪いのかって感じだよね、なんかビジュアル的にはさきっとさストレスとかで食べれない方がさ痩せたねとかさスタイル良くなったねとかって言われるけどさ、食べて太ったらさなんて言うんだろうね、なんか太ったねって言われるしさ、アイドルなんだから痩せなよって言われちゃうからさあんまよろしくないんだけどね本来はね、でもまあ食べることで元気にやってるから許してくれうん、本当に食べるのね大好きなの、なんか
昨日もさ家帰ってさめっちゃ遅かったのにさご飯食べてさでさパンを食べたのねでこれパンあったのでその後に芋を食べたの私そしたらさ妹がさあれパンはみたいな食べるのやめたんみたいな言われてさえもう食べたがって言ったらさえ早くないみたいなさっき持っとったやんかってそう急に芋に変わっとるんやけどっつってマジでびっくりされた妹に俊足すぎてあれみたいなさっきあれさっきパン持ってたよねえ次芋みたいなパンどこ置いたんって言われたらうん食べたわって言ったらえびっくりびっくり仰天されましたっていうびっくり仰天のエピソードですイエーイいや食欲あるっちゃ健康だけどね健康いや私の場合別に食欲があるから健康ではない気がするいやでも確かにこの私がご飯が食べれなくなったらマジで多分だいぶやばいんだと思うだからまあ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 過食するぐらいだったらまだ元気ってことかなきっともう食べるのが楽しみで本当に食べるの大好きのチョコレートとか載せてないけどね最近さアイスにまたハマっててさお風呂上がりにアイス食べるのめっちゃハマってるの最近のマイブームこの間もアイスクリーン食べたりとかあとクレープのさあるじゃんアイスがあってねそれがすごい美味しくてなんかアイスクリーンはめっちゃさっぱりしてて美味しいのでクレープのやつはなんか甘いって感じで美味しくて結構最近それにハマっててよくお風呂上がり食べてます超美味しい。大好き。食べること大好き。うまい。お風呂上がりのアイスってなんであんなに美味しいんだろうね。暑いけんさ、なんかわあさっぱりって感じでさ。美味しいよね。なんか大好きなんだけど、うち。あくびしか出ない。よし、15分経ったから終了にして。終わるか。ね、よし、じゃあもう終わりましょう。よっしゃ。ランキングよってもうね あの時間がねここ借りてる時間が迫ってきてるので終了にしたいと思います。13位、カズの間違えた逆に読んでる秋のカズさん。12位、ユミゴさん。11位、ナーニャミオスさん。10位、ナッティさん。ケイシガーさん。8位、クロプリさん。7位、サーマサさん。6位、アキッコさん。5位、ハルタヨさん。4位、マサトさん。3位、ヨシカナ、ヨシカナさん。2位、チカイシーさん。そして今日の1位、ザック1キロ3さんです。30日の公演やりすぎて楽しみに。おお、ぜひぜひ30日の公演、皆さん本当にマジで待ってます。30日の公演と10周年と待ってます。マジで待ってますぜひ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 、まね、倍率が16人になってめっちゃ上がっちゃったし、30日なんならりんちゃんがさ、その今日は誰に恋をする公演がさ、逆じゃない、最後なんよ。そうだからめっちゃ倍率高そうだけど、まあ私も初日だしね、その私もマレーシアに行くまで何回公演出れるとか分かんないから、まあみんなね、でも投げれるときは投げた方がいいと思います。というわけで今日も見ていただきありがとうございました。じゃあまた明日のショールームで、明日は多分夜にすると思います。時間的に
明日も仕事ですので頑張ります。じゃあ皆さんまた明日お会いしましょう。じゃあゲリラだけど見てくれてありがとう。バイバーイ、またねー。